トゥラト,ゥストラニーチェ前回の続きからです「これは俺の助言だ国王にも教会にもいや老衰して徳も衰えたものすべてに助言しておこう」 さあ、倒されるがいい。そうすればお前たちはよみがえり、徳が戻ってくるぞ。俺は火の犬にこんな話をしてやっていた。すると火の犬のやつ、不機嫌に俺を遮って質問した。教会なんだいそれ。教会か 俺は答えた。「国みたいなものだなそれも大嘘つきのだが偽善の犬め黙って聞けお前の同類のことならお前が一番よく知っているだろうがお前と同様国は偽善の犬だお前と同様国はしゃべる時吠えて煙を出すのが好きなのだ」。 お前と同様、腹話術を使って物事の確信をしゃべっていると信じさせるためにな何しろ国は絶対地上で一番重要な動物でいるつもりだからそしてみんなもそう信じている俺にそう言われて火の犬は嫉妬のあまり物狂おしそうな身振りをした えとそいつが叫んだ「地上で一番重要な動物そしてみんなもそう信じている?」そいつの喉から大量の湯気と身の毛もよだつような声が出てきたので「俺はそいつが怒りと嫉妬のせいで実測するんじゃないかと思った。 ようやく静かになりあえぎもおさまってきたすっかり静かになったときすかさず俺は笑いながら言ってやった「火の犬よ怒ってるのか俺の言ったことが図星だからだ図星だとわかってもらうために別の火の犬の話を聞かせてやろうそいつは本当に 地球の心臓からしゃべる犬なんだそいつの息は黄金を吐き出し黄金の雨を降らせるそいつの心臓がそう望むからだがね灰や煙や溶岩なんて目じゃない笑いがそいつの口から色とりどりの雲みたいにひらひら飛び出してくる。 お前がゴロゴロ喉を鳴らしても、唾を吐いても、内臓を煮えくり返らせても、そいつは嫌な顔をするぞ。だが黄金と笑いを、そいつは地球の心臓から取ってくる。というのもよく覚えておけ、地球の心臓は黄金でできているからだ。 それを聞かされた時火の犬は我慢できなくなった恥ずかしくなって尻尾を巻き小さな声で「ワンワン」と鳴き自分の穴の中へ潜り込んだチラテュストラはこんな話をした弟子たちはしかしほとんど聞いていなかった どうしてもスラトゥストラに船乗りたちのことやウサギのことや空飛ぶ男のことを話したかったからだどう考えればいいのだとスラトゥストラは言った俺は幽霊なのかいやそれは俺の影だったかもしれないさすらい人とその影のことは 君たちも耳にしているだろう。「確かなことはだな俺の影をもっと短くしておとなしくさせておかなければならない」「でないと俺の評判に傷がつく」そしてもう一度ツラトゥストラは首を振り不思議に思った「どう考えればいいのだ?」 もう一度言った「なぜ幽霊が叫んだのか時が来たついにその時が来たと」「一体何のためのその時なのだ」「ュラテストラはこう言った」 預言者そして私は大きな悲しみが人々を襲うのを見たのです最高の人たちも自分の仕事に疲れてきた一つの教えが登場しそれとともに一つの信仰が広まったのですすべてはむなしくすべては同じですべてはすでにあった そしてすべての丘から小玉が帰っててきたすべはむなしくすべては同じですべてはすでにあった確かに私たちは収穫をしたけれどもどうして実がすべて腐って茶色くなってしまったのか邪悪な月から昨日の夜何が降ってきたのでしょう 何をやっても無駄だった私たちの葡萄酒は毒になってしまい邪悪な視線に私たちの畑も心も焼かれて黄色くなった私たちはみんな干からびていた火が落ちてきても私たちは灰のように飛び散っただけそう私たちは ひさえも疲れさせた泉はみんな枯れ海も海岸線が後退したどの地面も避けようとするが裂け目は人を飲み込むほど深くないああ溺れて死ぬことができるような海はどこにあるんだと私たちは浅い沼の向こうに向かって 嘆きのの声を響かせるのです。実際死ぬには疲れすぎているまだ目を覚ましていて生き続けましょう墓穴の中で預言者がこう語るのをツラトゥストラは聞いた預言が胸に響きツラトゥストラは「 別人のようになった悲しく疲れたまま歩き回った予言の中で語られていた人たちのようになった実際とツラツストラは弟子たちに向かっていったもうちょっとでこのような長いタソガラがやって来る。 あ,あ俺はどうやって俺の光を消さないでおくことができるのだこの悲しみで俺の光が実測しなければいいのだがもっと遠くの世界をそして一番遠くの夜を俺の光は照らすべきなのだそんな心配をしながらツラツストラは歩き回った。 3日間飲まず食わずで休むこともなく話もしなかったとうとう深い眠りに陥った弟子たちがツラトゥストラの周りに座って寝園の晩をした心配そうに見守った先生は目を覚ましまた話をして 深い悲しみから回復されるのだろうかチラトゥストラは目を覚まして次のような話をしたしかし弟子たちにはその声がずっと遠くから聞こえてくるようだった「友よ俺の見た夢の話を聞いてくれそしてその意味を解くのを手伝ってくれ」 その夢はまだ謎なのだ。意味が夢の中に隠され閉じ込められていてまだ飛び出せず自由に羽ばたけないでいる。どんなせいも俺は諦めていた。そんな夢を見たのだ。誰もいない山にある死の城で俺は夜と墓の番人になっていた。 そこで俺は死の棺の見張りをしていた死の勝利の印をつけた丸天井がいっぱい並んでいたガラスの棺の中から俺を見つめていたのは死に克服されたせいだった埃をかぶった永遠たちが放つ匂いを俺は吸った俺の魂は蒸し暑く埃をかぶっていた あんなところで誰が自分の魂の換気をすることができただろう俺はいつも真夜中の明るさに包まれていたそのそばには孤独がうずくまっていたそして三番目に死の静けさが喉をぜいぜい鳴らしていた俺のガールフレンドの中で一番タチの悪いやつだ 俺の持っていた鍵は鍵の中で一番錆びていただが俺の腕なら一番ギーギー音を立てる門でもそれで開けることができた門の扉が開くときには怒り狂った鳥のギャーギャー鳴くような音が長い廊下を走った鳥の叫び声には悪意があった 起こされたたののが不満だったのだ。っしかし門が再び沈黙して辺りが静かになった時の方が恐ろしくて胸が締め付けられるようだった陰険な沈黙の中で俺は一人で座っていたそうやって時間が忍び足で過ぎていったといっても それはまだ時間が残っている場合の話だが俺の知ったことではないしかしとうとう俺の目を覚ますことが起こった3回門を叩く音がした雷が鳴ったみたいだった丸天井が3回反響して吠えた 俺は門のところへ行った。アルパ、と俺は叫んだ。誰が自分の灰を山に運んできたんだ。俺は鍵を差し込み門の扉を開けようとした。 開けようとしたが指一本の隙間すら開かなかったその時風がゴーゴーと吹き門の扉がパッと左右に開いたヒューヒューとかんだかく切り裂くような音を立てて風が黒い棺を投げてよこしたゴーゴーヒューヒューかんだかい音を立てながら 黒い棺は粉々に砕け千の笑いを吐き出したそして子供が天使がフクロウが道家が子供ほどの大きさのある蝶が千のしかめ面をして笑いあざけりゴーゴーと音を立てて俺に向かってきた。 身の毛がよだつほど恐ろしかった俺は打ち倒された恐怖のあまりこれまで叫んだことのない声で叫んだだがその叫び声で俺は目を覚ました我に返ったのだこうしてツラツストラは 自分の見た夢の話をしてから黙ったその夢をどう解釈したらいいのかまだ分からなかったからだしかしツラトゥラストラお気に入りの一番弟子が急いで立ち上がりツラトゥストラの手をつかんでこう言った「おお、ツラトゥストラ先生の人生がその夢を解釈してくれます」 先生自身が甲高くヒューヒューなりながら死の城の門をパッと開いた風じゃないんですか先生自身が生の色とりどりの意地悪な行いや天使のしかめっ面をいっぱい詰め込んだ棺じゃないんですか実際子供の線の笑いのようにツラトゥストラ先生は どんな使者のの部屋にででも入ってくのです。夜と墓の番人をせせら笑いながらそれが番人でなくても陰気な鍵をガチャガチャ鳴らしているやつをせせら笑いながら先生は笑いによって連中を怖がらせうろたえさせる連中が失神して目を覚ましたことは連中に対する先生の力を 証明するものでしょうそれからですね長い黄昏がやってきて死ぬほど疲れたとしても先生は僕らの空から没することはないでしょう先生は生の代弁者なんですから僕らは新しい星を見せてもらいました夜の新しい素晴らしさも見せてもらいました 実際先生は笑いを色とりどりのテントのように僕らの頭上に貼ってくれたのですこれからはどんどん子供の笑い声が棺の中から湧き起こることでしょうこれからはどんどん強い風が吹いて死の疲労に打ち勝つことでしょう先生はその証人であり預言者なんです 実際、先生が夢に見たのは先生の敵だったんです一番大変な夢でしたねでも先生は先生の敵から目覚めて自分のところに帰ったそれと同様に連中も連中自身から目覚めて先生のところに帰ってくればいいんだ一番弟子がそう言った 他の弟子たちはゼラトゥストラの周りに寄ってきてゼラトゥストラの手をつかみどうかベッドから起きて悲しみを捨てて戻ってきてくださいとしきりに頼んだしかしゼラトゥストラはその場で体を起こしたままいつもとは別な視線をしていた長い間外国にいた者が帰郷した時のような目で 弟子たちを眺めその顔をしげしげと見つめていたしかしまだ自分の弟子たちということが分からなかったしかし弟子たちに抱かれて自分の足で立った時なんと一瞬のうちに目がツラトゥストラの目になったツラトゥストラは怒ったことをすべて理解し ひげをなでて強い声で言った「よしこれはもう終わった」「さあ弟子たちようまい食事をしようではないか用意してくれ今すぐ悪い夢の埋め合わせをしたいのだあの予言者を招待して俺の隣で飲み食いしてもらおう」 実際、預言者に教えてやるんだ。溺れて死ぬことができるような海がまだあることをツラトゥストラはこう言ったそれから夢を解釈してくれた弟子の顔をじっと見つめながら首を振って